世話になっております。西区のゆれと住所ケイタです。お願いします。お願いします。僕たち大学で出会った出身も国籍もバラバラな6人組 YouTuber として活動しているんですけども、僕たちの日頃の動画って英語の動画が多いわけですよ。はい、僕たちのメインコンテンツといったらやっぱ英語、外国人、大学ってこの3つに絞ってるんですけど、僕たちの共通点それ以外にもあって、これルームシェアなんですね。実はね、はい、実は僕たちルームシェアをしてるんですよ。僕たちの序盤の動画って結構ルームシェアにちなんだような動画を上がってるので、まあ、ぜひ気になった方はですね、概要欄からぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ルームシェア系の動画バズんだけど刺激を繰り返す二度とタイトルにルームシェアつけないんですけど、ということで、まあ、ルームシェアをしてるわけですね。やっぱ男子大学生となると問題が起きるんですよね。何ですか。言っていいですか。あ、はい、汚い汚いんです。たびたび順次にこう怒られて、うん、お互いにこうなんか言い合っても全然改善できない。で、今回中でも汚いのがこうケイタ君の部屋ですね。えでも素晴らしい。でもさ、いいじゃん。それもう隙間から見えるんだよ。これもう汚いのがもう分かるんだよ。もう、まあ、今回のテーマはケイタ君の部屋をきれいにしようっていう、これがテーマです。ただ普通にきれいにするだけでは面白くないので、今回ギミックを用意しました、はい、題して英語禁止大掃除。結局簡単です。普通に掃除するだけです。ケイタ君の部屋を掃除するだけです。素晴らしい。ただ掃除する中で英語は言っちゃいけないよって言います、ね、もし仮にここで、まあ、カタカナ言葉英語を言ってしまった場合、振り出しに戻ります。軽すぎる。地獄ルールガシャーン。ガシャーンってするだけです。袋の中に入ってるもの全てガシャーンって戻すから。やっていきましょう。お世話。お世話。じゃあこのクソみたいな環境をきれいにしていきましょう。はい。あー、ちょ、広角で撮るか。はい。うん。あ、もう綺麗だ。あ、綺麗。あ、綺麗。まあまあ普通にやっていこう、やっていこう。やっていこう。どんどんやっていこう。あの、見てください。はい。この赤い服と、そう、何やら怪しげな全身のピチピチの。うん、そのタイツはもう。はい、タイツ。と戻せ。ああ。はい、しっかりやろう。ねえ、しっかりやろう。集中しよう。頼むよ。お前だよ、本当だ。はい、よーい、はじめ。よし、やっていこう。はい、さすがに。お願いします。すいません。くしょくしょくしょ。はいはいはい。始めよう、始めよう。3、2、1、この、あったかいやつ。これ、あったかいやつ先に外出しとく。あったかいやつ出しましょう。なんかごめん、気になるものがあったら、ファンアートの動画とか。え、ファンアート。おい、俺、今日、バイト行けない。俺、本当にバイト行けない。マジでバイト行ける。洗濯回すことすらできない。ですね、ゴミとか。待って、布団管理。あんだお前これ。あるよ。何それ。やった。軟膏、軟膏です。軟膏、軟膏。あれじゃん、なんだっけ、ワセリン。そう、ワセリンみたいな、みたいな。いや、いや、名称、固有名詞、固有名詞、固有名詞。視聴者の方がいろいろ文字くれるから。文字くれる。そこで聞こう。なるほど。今のこのワセリンは、はい、いいのか悪いのかっていうのを、分かりました。ちょっと聞いておきます。で、次回につなげましょう。これは反省で。これ仮にダメだったらどうすんの。ダメだったらこれ動画終わって投稿した後にもう一回部屋来たらすんとんでもないことしちゃう。あ、回せましたか。回せました。あ、お願いします。急いで。あ、ごめんなさい。本当にもう君さ、こういうコート大事にしないと。あ、コート今一旦移そうか。現状報告しましょう。はい、何の進歩もありません。進歩あるとしたらあの木あの木がごめん、床にあったのがあそこになってくる。お前さ、はい、いや、用意始め。よし、じゃあこの服はハンガー。つら、もう俺今ハンガー言わないようにしたのに、許すものにしたのに。ちょっと待って、ちょっと待って、今んとこ布団の毎回リセットされるもん。この布団上下運動やってるだけ。共同生活始めた時ってさ、ケイタはめっちゃ良かったじゃん。よかったよかった、マジで。ここにテーブル置いてさ、なんか昭和初期みたいな。そうそうそう、めちゃくちゃ良かったもんね。だからその状態まで戻したいですね。一回さ、あれじゃない、外来語に当たりそうなもの一回チェックしとかね。チェックしよう。チェックしよう、うん、なんかこれ例えばさ、これあれじゃん、ん何がチェックだよ。殺してやろうか。はい、いきまーす。よーい、始め。よし、よいしょ、よし、いけ。もう慣れたもんだな。どんどん殺すなってきた。片付いた。消えたもん。片付いた。慣れたもん。
充電のね、あ、紐こうなることあるんですか。なんか焼き餅みたいになってますね。なぜこうなるの。あの僕あの寒いのでこの部屋、はい、あの巷ではこの部屋あの冬って言われて外って言われてて、ブサ開けると怒られるんですよこの部屋。だからヒーター、ゆだい、はい、これ戻して一回。ゆだい、こいつ今言った。ヒーター。ヒーター。英語だ。ヒーター。なぜだ。ほらー。なぜ変だ。俺だ。ほらー。なぜだ。こんな世界を見ても簡単にな、汚れちまうんだ。たった一言でな。やられたらやり返す。奪い返す。さあ、片下おらはい、やっていきましょう。やるよ、うん、暖房器具ね、一回外出す。そうそうそう、出す。はい、出して、その後、はいはいはい、この鬼の作業が お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構頑張りましたね。頑張りました。もうたくさん汗もかいて、たくさん部屋も綺麗になったかなと思ってます。はい。まあ、ということで早速、結果報告の方いきますか。はい。はい。こちらです。どうぞ。いやお疲れ様でした。本当綺麗になったね。夢のような時間でしたね。何にも変わってない。むしろ汚くなった。見てこれ、ハッピーターン3つ出てきた。嬉しいじゃん。食べよう。嬉しい嬉しい。悔しい。片付けって何ですか。帰って汚くなりました。帰って汚くなりました。この動画が綺麗だなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、たくさん家をフォースラインナウよろしくお願いします。はい、お世話お世話。